ハロー YouTube、 速稼塾の久保でございます。今回もですね、ホリエモンチャンネルとかね、あと何ですかね、ヒカキンさんのオープニングをちょっと真似てみましたけども、今回は高級石焼き芋さんね、私の動画に対する、お礼動画をねくださいました。でやっぱりね、こういう風になんかね要求を出していただくと、私も答えてみようっていう風な新しいチャレンジになりますので、そういう意味ではね、高級石焼き芋さんが私の新しい扉を開いてくれたのかなという風に感じております。まあ、何にしてもね、視聴者さんが求めることを放送者発信者としてはやっていきたいという願望はあります。で、何も要望がない時は自分のやりたいことをやるっていう風になっちゃいますんで、結局どっちかなんですよね。そう考えると、今回、高級石焼き芋さんがね、私に対するクエスチョンっていうのは、他の視聴者さんの何人かの心にも、ああそれ聞いてみたかったんだよとかね、なるほどそういうことだったのみたいな新しい発見を広げたことになるんではないかなと思います。これからも新しい質問ね、それから要求って言ったらあれですけどね、ご要望とかございましたらどんどん上げていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。